はい、えー、それでは始めます皆さんこんにちは、えー、2020年再チャレンジプラススーパー合格講座の全貌ということでお話をさせていただきます、えー、担当レック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、っとお手元にこういったカラーズリのパンフレットがもしあればお手元の方でご用意いただきたいんですけども、まあ、もしお持ちじゃなければ画面をご覧いただければと思いますまあこんな感じの えー、2020年用のリックのカラーズりのパンフレットで,で、まあ、もしお手元にあるようであれば、うん、と8ページを開いてみてください、えー、講座のラインナップが載っているところでありますでですね、まあ、この学習経験者向けのこの再チャレンジ合格フルコースプラススーパー合格講座ですね、まあ、このの講座の えー、宣伝をさせていただきたいんですね。あのなぜかと言いますと、私この再チャレンジっていうね、えー、講座のまあ一応担当者と言いますか、うんまあ企画も少しえっ、ー、と僕の方でまああの。 企画もやってますしね。なので、まあ、一応この担当者ということで、まあ、自分が担当している講座なのでできればこの講座を皆さんに選択していただきたいと思ってまして、まあ、そんな形の宣伝になります。えーまあ、15分ぐらいで終わりますんで、まあ、少しお付き合いください。で、えーとまあ、学習経験者向けの講座ではあります、えー。再チャレンジ合格フルコースですね。で まあ、プラススーパー合格講座っていう講座がついています。えっと2つあるんですね。再チャレンジ合格フルコースだけの講座と、あとスーパー合格講座がついている講座がありますけれども、えっと是非。ぜひ今年はこちらだけを。とにかくえっとメインで考えてください。なぜかと言います。とえ、2020年は、えー、民法の改正が。 あるんですねで。民法の改正がありますんで、まあ、こういった基礎的なね基礎的な講座なんかまた受けるの嫌だなって思う方もいらっしゃるかもわからないんですけども民法がガラッと変わりますのでなのでどうしてもそこだけはねいくら学習経験がある方でもそこはゼロからスタートしますので是非この基礎的なねスーパー合格講座がついてる方の講座をご検討いただきたいと思います。 まあ私はですね、えーまあ、この再チャレンジの講座以外にも、例えば、うん、と通学クラスであれば、まあ、プレミアムとか、えー、パーフェクトとか、まあ、春からチャージとか、まあ、こういった講座ね、えー、通常、えー、通学クラスで、あの僕は多分渋谷でやると思うんですけども、まあ、レックの東京の渋谷校でこれ担当してますので、で再チャレンジも担当してますんで、まあ、複数の講座を担当はしてます。で、 えと通信クラスですね通信クラスの場合も、まあ、このプレミアムとか、えー、パーフェクト、えー、春からチャージですねこういったものも部分的には僕の方でも担当しています、えー、と科目は1科目だけですけどね、えー、担当していますでも <laughs> 再チャレンジの方の通信は、えー、基本的に僕が全部やってますなのでちょっと、えー、再チャレンジは思い入れがあるので、まあ、ぜひ検討していただきたいんですねで <laughs> えっと、ページ少し進んでいただきまして14ページなんですけども14ページに少し詳しめな、えー、再チャレンジ合格フルコースと、えー、スーパー合格講座のちょっと詳しめな中身が載ってるんですがまず基礎的な部分はスーパー合格講座です。えー、スーパー合格講座がない講座再チャレンジだけの講座も、まあ、あるにはあるんですけども、まあ、今年は是非ね 2020年向けの方はぜひスーパー合格講座がついている方を選んでください。でこのハイレベルの合格講座っていうのはこのスーパー合格講座の、まあ、復習講座なんですよねでこの復習講座のこのハイレベル合格講座がなんていうのかなこの再チャレンジの、まあ、メインの講座といいますか。 スーパー合格講座の復習の仕方がですね。ちょっと工夫を凝らしています。えー、どんな、どんな工夫かと言いますと。まあ、ハイレベルっつっても、別に難しいっていう意味じゃないんですよ、えー。復習の仕方がハイレベルっていう感じかな。スーパー合格講座の基礎的な講座を。えー、きっちりと復習するっていうことなんですけども。まあ、一番の違いは、今までの講座と一番違うのは。演習から入る。とだね。 演習から入ってで演習で終わるっていう感じです。演習をやってふくあのインプットして知識の入力ですよね。演習から知識の入力に移ってで知識の入力からまた演習に戻るっていう行ったり来たりのところをやっていきます。えそこが主な違いといいますかまあ既存の講座との違いになってくると思います。でこのハイレベル合格講座の 1> 1回目ですね権利関係の1回目の講座は、えー、通学クラスでも通信クラスでもこれ無料で受けられますので是非、まあえーえー、ご検討いただける方は無料で受けられますんで受けてみてください。であこういうふうに講座を進めていくんだなっていうふうにわかると思いますんで,で通学クラスであってもちょっと下の方に、まあ、こんな形でありますけどもね、えー、渋谷と渋谷と 梅田と名古屋でないと通学クラスはないんですねでもまあ3月24日ですね3月名古屋が3月26日ここで権利関係の1回目がありますハイレベル合格講座ですねこれ無料で受けられますのでぜひお越しいただける、ね、あの予定が合えばぜひご覧お越しいただいてで実際に講義を受けてみていただきたいですそうしますと こういう形で進めていくんだなっていうのがつかめると思いますんで。なので、まあ、この再チャレンジの講座を。体験するのは、ぜひ、これを、お願いします。通学はね、で、通信クラスは。もう、さっきもお話し,しましたけれども。このハイレベルの、講座で。一、えー、回目はね、無料で受けられますので、ぜひお願いします。で、それは、再チャレンジの。えー、講座を。 まあ体験してみるというコンセプトでお願いしたいんですけどもそれよりももうワンンクッション大事なことが手前にありますそれは何かと言いますと講師ととの相性だと思うんですよえ皆さんは違うのかな僕だったらやっぱりねずっとそのビデオで通信はビデオを見続けるわけじゃないですか。で 通学クラスはずっとその講師の講義をまあ基本的には受け続けるわけですよね。まあ、レックの場合は乗り入れ制度がありますからまあちょっと気に入らなかったら別の講師の講義を受けることもまあできるんだけどもちょっとそれを置いといて基本的にはその講師の講講師義を受け続けけ続るわけですねそうするとなんかえとこの講師の説明はちょっと分かりにくいなとかねそういった状態でずっと受け続けるのはつらいじゃないですか。 ですからやっぱりねお互いにやっぱりちょっとよくないところもあると思いますのでぜひ講師を見ていただきたいんですね。で例えば通信だったらこのハイレベルのこの権利関係の1回目を受ける前にですねこのスーパー合格講座の権利関係も僕は担当してますので。 だからスーパー合格講座の権利関係の1回目も無料で受けられますからなのでえ通信だったらそれをえぜひ申し込んでみてください。えー、っともう皆さんがこのビデオを見てらっしゃる時にはおそらくもうえスーパー合格講座の1回目は無料で受けられる時期だと思うんですよ。まあ、ひょっとしたら少し少しねあの時間があるかもしれませんけどもえもう年明け早々え年末2 0 2年 19年の年末ぐらいから受けられると思いますからぜひですね、えっと、通信の方はこっちをまず受けてみてくださいそうすると、まあ、一応僕の講義を2時間半かな、えー、やりますでそれであこの講師が、えー、こっちの方を全部やるんですねこっちも全部そうですあの基本的に僕は全部やりますなのでその講師の講義をずっとこれ受け続けるわけですね。でそれで 自分はいけるかどうかっていうのをぜひ判断してみてください。で、それでね、あのあこ,これならいいやと思っていただければ、そのままスムーズにずっとこっちも受けられると思います。でお願いしますえ。通学クラスですね。通学クラスの場合はやっぱりですね、このスーパー合格講座の、えー、まあできれば権利関係の1回目がいいです。じゃなくても別に宅建業法でも法令上の制限でもまあなんでもいいんですね。 でもできれば早めがいいです通学クラスの場合ね私もえっと梅田の講師も名古屋の講師もちゃんとこのスーパー合格講座の通学クラスを担当してますからなのでその講師の講義をなるべく早く、えー、受けてみてください、えー、これ無料ですからいあの体験の受講は無料で受けられますのでなるべく早くねもう多分年明け早々とか 始まってくると思うんですよね、えー、私の場合は渋谷が担当なんですけどもこれ年末からもやってますからなので、まあ、あの2019年の年末、ね、からやってますんでもうそれをなるべく早く来ていただいてで,雰囲気をつかんでいいたただきたいですねで他にもレックには講師がいっぱいいますからだから、えー、気に入った講師が絶対いますんであこの講師は波長が合うなっていう講師は必ずいますんでなので ちょっと、ね、うんと受け身じゃなくてもう自分から情報を取りに行くっていうのかな、えー、やっぱ貴重なお金を払ってで貴重な時間を費やしてで予備校通うわけですからもうぜひですね自分の波長の合う講師を探すっていう感じで、えー、ぜひお願いします。たたた、たまたままままね、えー、こういったたまたまそのハイレレベルとか、えー、再チャレンジを受講あの 担当している講師が、まあ、今一つちょっとね、えー、自分はこのこの講師の説明はちょっとなんか嫌だなって思ったら、えっと他の講師がちゃんといますからで他の講師で、えーまあ、再チャレンジじゃなくてもねこういった別の講座がありますんでこういった、えーとまあ、プレミアムとかねプレミアムとか、まあ、さっきちょっと見せましたけどもこういったプレミアムとか パーフェクトとか、まあ、春からチャージとか、まあ、こういったことこいっぱいありますんで、まあ、こういった講座はまたいろんな講師が担当してますからそういった形で、まあ、講座を決める前に、えー、一度講義を体験しておく、ね、で講義の進め方とか、えー、その講師の説明の仕方とか、ね、そういったことをぜひですね一度体験してみてから、まあ、選ぶというのが面倒くさいんだけど 結果的にはそれが意外とやっぱり合格には大事なんじゃないかと思うんですね。それをぜひお願いします。で、えっと、再チャレンジの講座の説明なんですけども、まあ、これまた14ページ戻りましたけども、まあえっと、ハイレベルの講座はスーパー合格講座の、まあ、復習的な講座になります。で再チャレンジの特徴としましてこの答練っていうのは結構充実してるんですよ。分野別ベーシック答練と総合実践答練といいましてこれはですね 模試じゃないんですよ。模擬試験じゃないんです。当連だから、まあ当案練習会ですよね。要するに何が違うかと言いますと、模試っていうのは本試験に似せて作ってあるわけですね。これ模試ありますよね。模試。レックの模試はすごく充実してるんだけども、模試っていうのは模擬試験だから本試験を似せて作ってあるんですね。ということは本試験っていうのは、えー、こんな問題は 無理だっていう、まあ、捨て文が何問かあるんですよでそ,ういった問題そういった本試験に似せて作ってますからだからこういった模擬試験っていうのはわざと変な問題を入れるんですねなるべく本試験に近い方がいいからですね。でそれをやる前にそういった捨て物がない問題ですねえ基本的には全部解いてほしい全部解けてほしいという問題を繰り返し繰り返し練習します。 え、これは他の講座にはない特徴なんですね。で、要はこの模試への橋渡しみたいな感じが答例になります。はい、それから。えー、過去問対策ナビゲートっていうのは過去問の解き方講座になります。まあ、これもこの再チャレンジの独自の講座になります。えー、過去問の解き方がやっぱり過去問って一種独特の。うん、傾向があるんですよね。 まあそういったものを解くトレーニングをするために割と有効な講座になってきます。でバックアップっていうのはこれはコンパクトなまとめのサブノートみたいなものを使いましてでこの公開模試の問題を使ってこれの復習講座なんですよ。で、えー、総まとめっていうのは要するに予備校で模試を当てたいんですよね。例えばねレックの 実践編の問題を受けたら「本試験でそっくりの問題が出ました」って言ったらやっぱり嬉しいじゃないですか「あのあ、これ知ってる」って問題が出ればね。とやっぱ予備校側からすると本試験のの問問題題をを当てたいいいわけでですすすねねだから予想問題的なものをいっぱい出すんです、ね、でそういったものを使って本試験の全体の範囲の総まとめをするという講座がこのバックアップになります。 ラスト一週間、最後の見直しです。ラスト一週間で重要ポイントを見直していきます。まあそういったことになります。ですから、まあ基本的には本試験のもうまあ一週間前、まあ五日前のこともあるかもしれませんけれども、まあ本当に五日とか六日とか一週間前まで講座が続く形になってきます。まあそんな形なんですね。まあ、えー、復習をきっちりやっていただけ,ただければですね。 基本的には予備校が作ったレールに乗っかっちゃえばまあそのまま合格の力はつくように講座の設計がされておりますからまあその辺はぜひ、えー、予備校を信頼していただいてでぜひ、えー、講座をご検討いただきたいというふうに思いますはい、よろしいでしょうかそれではですね、2020年再チャレンジプラススーパー合格講座の全貌ということでお話をさせていただきました担当はレックス専任講師の林でした ではありがとうございました。